皆様こんにちは。今回は Android にインストールしたアプリを自動でアップデートさせるための設定方法をご紹介させていただきます。Android のアプリはアプリの配信者がアップデートを行った場合、 Google Play Store を通して新しいアプリが配信されます。新しいアプリが配信されると Android ユーザーがアプリをアップデートすることができるようになります。アプリのアップデートは今回ご紹介させていただく自動更新機能をオンにしておくことで、アップデートが配信された際に自動でアプリのアップデートを行ってくれます。自動アップデートの設定方法は、まず Google Play Store アプリを起動し、画面左端を右にスワイプするか、画面上部に表示されている検索バーの一番左のメニューアイコンをタッチします。するとメニュー画面が表示されるので、下の方に移動し、設定をタッチします。設定をタッチすると設定項目が表示されるので、一番上のアプリを自動更新をタッチします。アプリを自動更新の設定項目は、自動でアップデートが行われない、アプリを自動更新しない、通信が行われる状況であれば常に自動アップデートを行う、常にアプリを自動更新する、Wi-Fi 接続時のみ自動アップデートを行う、 Wi-Fi 接続時のみアプリを自動更新するの3つから選択できます。2番目か3番目を選択しておくことでアプリの自動アップデートが行われるようになりますが、2番目の設定ではモバイルネットワークにつながっている時でもアプリの自動アップデートが行われ、パケットを消費するので毎月の携帯電話通信量が少ない契約の方は、3番目の Wi-Fi 接続時のみアプリを自動更新するに設定しておくことをお勧めします。これでアプリのアップデートが配信された際に自動でアップデートが行われるようになります。アプリのアップデートでは新しい機能の追加や以前のバージョンで発生しているバグなどの改善が行われることがほとんどです。アップデートを行わないと最悪の場合そのアプリが使えなくなることもあるので、アプリはなるべく最新のバージョンにアップデートしておくことをお勧めします。以上、 Android にインストールしたアプリを自動でアップデートさせるための設定方法のご紹介でした。